もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。弟子の北西方の暴力行為、罪に問われてもおかしくないような耳を疑う行為が公となり、元横綱白鵬宮城の親方も2階級降格と3ヶ月間の減俸、そして師匠剥奪の処分となりました。今回は新たに白鵬さんの頓挫してしまったある野望と、宮城野部屋解体で現在独立に動いているという情報が入りました。それを受けて現相撲協会はどう対応するのか、合わせてご紹介いたします。白鵬といえばかねてより理事長就任の野望を抱いていたそうですが、今年1月の相撲協会の理事選の出馬は周囲の説得により断念したと言われているが、実際のところはそうではなかったそうなのです。同郷の身内からもソース感を食った、その一人が大島親方ですとある親方は話します。大島親方は1992年に元小結旭秀山らと来日したモンゴル人力士第1号白鵬の大先輩で仲も良好だったのですが、今年1月宮城野部屋にモンゴル人力士が入門した。身長193センチの大型で将来が有望視されている。実は彼は当初大島部屋の入門が内定していたのです。大島親方も将来すごい力士になるぞと大喜びだったが、あろうことか白鵬が横髪破り後から出てきてかっさらった。これに大島親方は大激怒、一時は白鵬からの電話も無視し断絶状態になった。最終的に白鵬が土下座せんばかりに平謝りし、大島親方も一応は許したものの、以前のような蜜月ではない、選挙協力だって到底望めませんでした。白鵬は多方面に声をかけたが、なしのつぶて一門の名を冠する高砂を継承した。高砂親方は今更他の一門に票を回す義理はないし、でかい顔をする後輩にいいダクダクと従う理由もない。他にも藤島部屋付きの錦島親方にも援助を求めたという。翔天楼は現役晩年に癌を患い闘病生活を続けていた。その面倒を見たのが藤島親方です。翔天楼は白鵬と入門は同期だが、大恩ある師匠を裏切れないと誘いを断ったと聞いている。白鵬への投票を約束する親方はいたものの、自身と弟子の間垣親方の2票と合わせても3、4票では話にならない。つまり身内の説得で理事選出馬を取り下げたというよりは、そもそも出馬したところで勝ち目はなかった。ちなみに相撲協会の理事は必ずしも師匠である必要はないのです。だからこそ白鵬は師匠失格でも未だ理事長の椅子を諦めていないようなのだが、現役時代からのやりたい放題のツケが回り、今や同郷の身内からも鼻つまみ者玉垣親方が、暴力問題が再発したら私も首と話すように、下手に関わったらとばっちりを受けかねない。白鵬は過去には金銭トラブルもあり、まだ表沙汰になっていないごたごたも抱えている。導火線に火がつく寸前の爆弾みたいなものですと語るのは前室の OB です。現役時代には平成の大横綱ともてはやされた白鵬は、もはや落日理事長就任の野望はおろか、理事になることさえ困難を極めるでしょう。3月10日に初日を迎える大阪場所では、同じ伊勢ヶ浜一門の玉垣親方が宮城野部屋の師匠代行を務める。白鵬は弟子の暴力を報告せず協会の調査を妨害するような動きを見せたことで、師匠の立場を剥奪される重い処分となったのだ。大阪天王寺区内の宿舎に玉垣親方が合流すると、部屋の力士に外出自粛、会食禁止、後援者との交流禁止が通達された。宿舎での取材も NG だが、白鵬は朝稽古で玉垣親方の横に座って平然と指導しているという。白鵬からすればどの親方も格下、最高位が小結びの玉垣親方が指導するのは土台無理です。ただ執行部は形ばかりの指導で終わらせるつもりはないようです。兄貴の部屋には行かせない
宮城野部屋の今後について若手親方はこのように見ているそうです。場所前の伊勢ヶ浜一門の集まりで理事である元大関海王の浅香山親方を中心に今後が話し合われる。そこで出た案を協会に示して承認を得る流れです。基本的に部屋は解体の方向で、あとは親方と約20人の弟子をどうするかの話でしょう。全員が同じ部屋に移るのは現実的ではなく、分散すると見られている。白鵬は兄貴と慕うモンゴル出身の大島親方の下での部屋付きを望むだろうが、協会はモンゴル出身者を結集させたくない。白鵬のために年寄り株を探すなどしてきた旭山親方の部屋も認められないでしょう。史上最多45回の優勝という数字を考えれば、本来は横綱経験者の伊勢ヶ浜親方クラスでなければ指導できる格ではない。ただ伊勢ヶ浜親方は2年後に65歳定年を迎え、部屋は横綱照ノ富士が継承するのが規定路線。かつての春馬富士の暴力事件の禍根もある同郷の後輩の下で格下扱いというのは、白鵬には受け入れがたい屈辱となります。もともと執行部と関係は悪いが、八角理事長の体制は長くてあと2期、世代交代が進めば周りは横綱経験すらない格下の親方ばかりになり、白鵬は自分の天下が来ると思っていたはずだが、木さんは大きく狂った。ベテラン記者は執行部と対立の末に退職に追い込まれた貴乃花親方の姿と重なると話す。もともと白鵬はお米が切れるとして若手親方に人気があった。でも貴乃花と同様に上昇志向が強すぎて周りが見えていない。今回の件で求心力は一気に低下した。貴乃花親方は2010年理事選の貴の乱で立候補を強行して当選。同年に協会は野球賭博事件に揺れ、翌年には八百長問題も噴出した。当時水面下で話題になったのが貴乃花親方による第二相撲協会設立だった。腹心の大竹親方が野球賭博で廃業したこともあり、貴乃花が一門の若手親方らを引き連れてガチンコを標榜する第二相撲協会を設立するとまことしやかにささやかれた。この時はガチンコの離れ駒理事長の各界浄化の方針などがあって分裂は回避された。今回もまた土俵際からの白鵬の乱が起きないか注目されている。もともと白鵬は協会を牛耳るために数々の独自策を打っていたと協会関係者は言う。ジュニア発掘のために白鵬杯を立ち上げ、有望株は中学から鳥取に相撲留学させる、パイプのある鳥取城北校から大学に進ませ入門させるルートを作り上げた。モンゴル出身の有望株も中学から日本に相撲留学させ、10年以上の在住実績があると日本出身扱いで入門させられる。そうして宮城野部屋に有望な力士を集中させる戦略だった。その第一号がモンゴルから北海道に来ていた小学生時代にスカウトした北青鵬だったが、そこでスキャンダルが生じたため協会は白鵬の築いた有望株獲得ルートを徹底的に潰しにかかっているのである。相撲ジャーナリストは嫌気がさした白鵬が貴乃花のように退職して新相撲協会設立に動く可能性も考えられるが、むしろそれは執行部の思うツボと話します。退職後に貴乃花は道場を立ち上げたものの、大きな組織にはできていない。白鵬を待つのも第二の貴乃花の道だ。簡単には出ていかないだろうが、八角政権下で駆け引きが続くだろう。大横綱の退職という事態が繰り返されるのか。このことに大相撲のファンたちは辛辣なコメントを並べています。新しく団体を立ち上げても誰もついてこないよ。歴史も伝統もないし、ただ白鵬を祀るだけの相撲団体でしかなくなる。モンゴル人だらけの相撲大会に日本での需要があるのかって話です。相撲協会の内紛は根の深いものがある。最たるものが部屋制度であり、年寄り株の問題である。国の公益財団法人の認可を得て
税制面で優遇されているにもかかわらず、協会内に私有財産が存在し、理事会で決定できない事項が暗躍している。相撲は国技とはいうものの、脈々と続いている封建的制度の団体に公益財団法人の認可はなじまない。今後の動きが見えない白鵬、そして協会ですが、引き続き調査していきたいです。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。